持っとけ、ね、はい、はい、今日は2021年12月22日水曜日です。今日はこのカープラッピングトレインというこの列車の走ってますが、福塩線をこれの応援に来てます。そしてその応援のためにちょっとこの向こうをちょっと見てください。ここの山の絵イルミネーションや、どう言えばいいんですかね、点滅灯、点滅灯、点滅灯をつけに来ました。今今回これ約20数個をつきました。今日私もつきました。結構木の上につけるのはなかなか大変で、脚立などをかけましてね、脚立を上がってつけます。つけました。そしてその今日つけて、今朝です、午前中ですから見えませんが、この福塩線イルミ2021、24日のクリスマスイブに晩に夜ここの点滅灯を撮ってみたいと思っております。これに行きます。はい、そんなところで今沖縄山の上に来ております。はい、これから今から沖縄山の2021年9月22日水曜日、上下町、府中市上下町、沖縄山城跡公園、中国山地展望台、海抜558メートルのところに来ております。うわ、これ撮ると上から見れるね、結構これ。これをさっきの写真撮る。ああ。何のためにするか言ったらこれ。ああ、これのためにね。沖縄山からエールを送る勇士、福塩線ゆるみ2021、カープラッピングトレイン上下町時刻表、これのための応援です。はい、今日は今光が非常にいいので、作業する前に先に撮っております。時刻が今9時55分、いい光です。はい、こういう光で今沖縄山の頂上でこう撮っておりますが、今ぐるっと周りを、上の周りを一周しておりますが、これからいろんなものが見えてくると思います。ここにも看板が、府中市教育委員会の看板がありますので、これをまあちょっと見ましょう。指定史跡沖縄山城跡ね、平成8年9月20日に町が指定しております。はい、そしてこれをずっと見て、10年前にはこの山全部がクリスマスツリーになっておりました。そうですね、この下に見えてる学校から、この学校でイベントをやって、そこから、見ましたね、こちらをね、綺麗に見えました。あそこではバザーをやったりですね、風船、気球などもこう飛ばしたんでしたかね。これが歴史と遺伝の町、こんな感じで見えますかね。これから下を見ようにも草でなかなか見えませんが、下が上下町、ぐーっと今この道を上がってきました。これをやって、このハウスでね、この周りで松茸鍋のやりましたね。ここに網を張って、その網に字などを書きました。うわー、見ると下が見えるかな、上下町は。うわー、これは本当でぴょー、こんなに来ました。学校が見えてます。うわー、これなぞは、ほーほー、こういうんですか。うわー、まあ、こっちからは見えるかな。おー、こっちから上下の街並みがちょっと難しいんですかね。
これで一旦、おこちらよく見えるか。おほほほほ、いいとこ見えるね。はい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 。はい。はい。展望台今から上がって点滅灯を放ってまーす。はい。今、点滅灯です。これをつけましたよ。大きい声を出してみてくださいよ。点滅灯、いろいろ、はい、つけております。これもつけました。そしてこれは何かと申しますと、カープ、ラッピング、トレンのカープ号が走ってますので、これの応援です。そしてこれを、今こうつけてますが、点滅灯つけてますが、この点滅灯を見るのはクリスマスイブクエンセンイルミン201というね、このイベントでつけておりますので、これを下から撮りたいと思います。というのはこれです。クエンセンからエールを送る勇士という、これですよ。沖縄山からです。沖縄山からエールというんで、有志の皆さんがつけてます。はい、そんなここ上がってきてください。これから上がって行政の上を、はい、かかって、これです。これが点滅灯ですよ。これなどつけてますよ。点滅灯、これなどつけて、あ、上下が見えてますか。上下類街は今見ております。うわ、駅が、中心が駅ですね。 JA があるところですが、まあちょっと見にくいですかね。真ん中に駅が、衝撃があります。それはそこから見るとこの点滅灯が見えるんです。ここに 1,2,3,4,5,6,7,8 が、ここに約10個ぐらいありますかね。これが展望台から向こうへ光を放ちますのでね。で、今つけたのが上です。ちょっと今この上の方へもつけましたよ。上の方へね、高いところをつけてますよ。これがよくわかる方なんですね。今日は駅から見えることを中心にして点滅灯をつけております。これがクリスマスイブに見れると楽しいですね。街がこれですね。これをつけましたので、これが見えたらね、この位置で見えるようになってます。この位置で見えるようになってます。はい、こんな感じです。点滅灯が、沖縄山からエールを送るというんで、この点滅灯がつきます。カープのラッピングトレイン、これを応援するために点滅灯をつけて、沖縄山つけております。前は10年前、ここにクリスマスツリーというんで、山一面がクリスマスツリーになってました。世界一のクリスマスツリーがついておりました。そこまではいきませんが、でも応援エールの点滅灯がつきます。見てください、駅から見えます。はい、24日。あ、上下、これなんですか。上下駅というのは、ほら、あ、違う、矢印。あ、矢印だ。これが上下駅。まあ、上下駅のちょっと、それじゃあアップで行ってみましょうかね。アップでね、上下駅のアップ行きます。上下駅のアップ、うまく撮れてるかな。あ、気があってちょっと難しいですが、あ、上下駅のアップうまく見えるかな。この辺が上下駅かな。はい、こんなところで上下駅です。これだ、ローソンポップが見えるでしょ。あれの向こうが上下駅。そうここですね。はい、24日イブに下からこの点滅灯を見たいと思います。これが沖縄山です。沖縄山の鉄塔が見えますか。あの鉄塔の今下に行ってきたんです。あそこで、点滅灯をつけてきました。行きましたよ。あそこですよ。この反対側が駅ですからね。これが、こっちが駅です。これ駅です。上まで
ごきげんよう。起爆剤公園から宮崎豊です。今日の動画いかがでしたでしょうか。府中町上下町の沖縄山というところに今日は登ってきました。今日はもう朝から今日沖縄に行くために元気を出してこう作業できるように身を固め元気を出していきました。そして声をかけてくれたのは上下の中曽さんです。なんと上にですね、奥の山の上にですね、イノシシ落としの点滅釣りをつけようというんでね、まあ面白いこと考えますよね。ちょうどそれは上下駅からね、奥の山がよく見えるんですが、そこに、カープの列車、カープ列車、クエン線のカープ列車をですね、応援しようというんで、点滅器をつけたんです。合計30個ぐらいつけたんですがね、今日は10何個つけたんですが、でもその、面白いですよね。奥の山前は本当、世界一のクリスマスツリーで、もう街全体を輝かしてたんですが、今日は駅で、イベントをあるもんですからですね、そのイベントに合わせて、クリスマスイブに、上下駅でイベントやるので、それに合わせて、そこから見えるように、奥の山から上下の駅に見えるように、つけたんですね。まあ、結構大変なんですね、あれ。山につけるんですけど、木がやっぱり、こう、山の乗り面についてますから、そこに、脚立をかけて、そこへ上がっていってつけるんですからね、勇気いりますね。本当は僕は、下に脚立をしっかり支えたりしてね、一緒にお手伝いしたんですが、見ながらして勇気いりますわ。そして、まあ、なんといっても、現場に行ってですね、点滅器をつけたりすると、やっぱり、やる気の、ぐっとモチベーションの上がり方が違いますね。人がつけたんだな、なんか、バカなことやっとるなと思うんですが、自分が行って、沖縄の上に上がって、そのちょっと勇気を出しながら、点滅器をつけてみると、まあ、このイベントに対して、町おこしに対してというか、まあ、なんかぐっと、やる気が前に、ドーンと出ていきますね。そうですね。やっぱり高齢者になるとですね、なんとなくもうその、山の上に上がってどうするんだ、脚立つけてその上がって危ないことするなという、まあ、いうことを思うんですが、まあ、下から眺めるのがいいんじゃないかと思うんですが、でも、高齢者から、高齢者になるためには、やっぱり現場の最先端行って、沖縄の空気を吸いながら、そして作業をするときの、この、どういうんですかね、危険度とか勇気とか、まあ、そこにつける木の枝ぶりとか、まあ、いろんなものを見ながらやっていくと。これから高齢者になっていきます。まさに元気から勇気からやる気を、この三つの部門を今日はギャッと集めて、ドーンと出したような気持ちですね。いや、これに対する元気も今日言ったことにより、奥山の山の空気を吸ってきたことにより、もっと前進したいなと思う気持ちが、やる気が出てきました。苦しさに向かって今日も一歩前進です。また明日、ごきげんよう。